初恋通りは、宮城県仙台市宮城野区の仙台駅、東口駅前広場から、藤村広場まで続く歩行者専用道路。塩釜神社及び、三好神社の表参道でもある。道路名は、島崎闘村の代表的な詩である、初恋に由来する。1896年、藤村は、東北学院の教師として、仙台に赴任し、現在の塩釜神社の地にあった。 三浦屋に下宿していた。この三浦屋で書かれたのが、藤村の第一詩集、若名集であり、その詩集を代表する詩が、初恋である。すなわち、中家町塩釜神社につながる、遠道は、この、初恋という詩にちなんで命名されている。なお、初恋が執筆された地に立つ中家町塩釜神社は、交通安全、安山のほか、縁結び。 初恋上司にもご利益があるとされる。初恋通りの塩釜神社、初恋通りの三吉神社、島崎東村作、荒浜の春の潮祭の記念碑。仙台市荒浜地区の有志によって設置されたものが、東日本大震災により流され、一部損傷したが、ものが藤村広場に移設された。闘道は、1988年から始まった、仙台駅東第二土地区画整理事業の、 四港地域内にあり、南を仙台駅、東口駅前広場、東を東七番町、北を中家町、西を東六番町に囲まれたブロックの中を L 字型に走っている。東道、藤村広場、及び藤村広場の北に続く歩行者専用道路の東、中家町線は三社とも都市計画道路における特殊街路に該当する。東道の起点は、 東口駅前広場に北接するビビ、仙台駅東口及び仙台駅東口交番の間にあり、ここから北に塩釜神社及び三吉神社の鳥居前まで行き、そこで西に折れて藤村広場に到達すると終点となる。一般道と交差する部分を除き前線が歩行者専用道路であり、道の中央には植栽やベンチが設置され、初恋の死費も設置されている。 東道の起源については不明であるが、1998年11月のラオックス仙台店開店時には東道の南北区間の南部分が市道南町通線の一部として強用されており、車が通行できる道であった。東道の南北区間の北部分、すなわちビビの北から潮が真神社前までの区間も新設道路なのか不明。 塩釜神社前から藤村広場までの東西区間は、1925年6月5日の宮城電気鉄道開通から2000年3月11日に、千石線が宮城の通りの地下の仙台トンネルに移設開通するまで、同線の起動時期であった。なお、第二次世界大戦中には、千石線、新潟駅の仙台駅よりから分岐して、 東京第一陸軍造兵将仙台製造所に引き込み線があり、仙石線、仙台駅の新潟県よりから短絡線が分岐して、東北本線につながっていたが、その短絡線が通っていたのが、初恋通りの南北区間のあたりである。仙石線地下く後は、仙台駅東第に土地区画整理事業により、東道周辺の整備が進み、2002年2月には、塩釜神社及び、 三好神社が現在地に遷宮してきた。また、2004年には藤村広場及び東口駅前広場が完成している。現在は沿道に飲食店ビルやマンションが立ち並んでおり、2015年開業の宮城野通り駅周辺地区と並んで仙台駅東口における信仰の観楽街的な地位になりつつある。また、2008年のエスパル2及び仙台。 マーク1開業に合わせて開通した仙台駅北部中家町自由通路により西口側の中央通りと東口駅前広場との間の最短路として歩行者動線を集約している。ありがとうございます。